ちゃこんにちは、はい、ゆたかさん、はい、ゆたかさんがすごく気にしていた、はい、CC そうです、メルセデス投手がなあ、決まったな、ロッテにな、よかった、そんなに気にしてた、ゆたかさん、いや、あいつ泣いちゃうんじゃないかなと思って、そう、プラス、あの左の貴重な先発巨人、なんで出しちゃったのっていうふうに、ね、まあそうだね、はい、おっしゃってたので、まあな、ちょっと落ちてきてる部分もあったし、はい、うん、まあ、スタミナ的にどうなんだっていうこともあったからね、はい、で、まあ、巨人の方は外国人新しいのを取るので、うん、まあ、枠もあるよね、いろんなね、はい、だからそれを開けるためにメルセデス CC がね、はい、戦力外になったけども、はい、やっぱロッテが取ったね、はい、やっぱ日本球界のどっかは取るだろうなっていうふうには思ってたけど、そうですね、動画でもそれおっしゃってましたからね、そうだね、うん、早かったですよね、早かったな、はい、吉井監督、はい、で、まあ、やっぱりあの左を欲しいというふうにロッテは思っていたところ、やっぱりメルセデス投手が退団したので巨人からっていう、そうだね、うん、まあ、いろんないい 左バッターがパ・リーグにもいるからね、だから左のピッチャーというのは戦力になるよ、だからどういう扱い方、まあ、おそらく先発で使うと思うけど、はい、相当活躍すると思うよ、そうですよね、その要因の一つにやっぱあのマリンの風、これはどういうふうに作用すると思います、あのね、メルセデスっていうのはあのバッターたちに聞くと、はい、やっぱちょっとずつカットするって言うんだよね、うん、だからちょっと捉えたと思うのが全部ちょっとずつ詰まるんだって、はい、だから打てないとかね、あ、うん、で、まあ、チェンジアップもあるし、はい、まあ、大きなカーブもあるし、まあ、そういうことを考えるとその風を味方につけたら、はい、まあ、俺はやると思うよ、だ、もっと詰まらせるってことですか、バッターがその、いや、だから CC のあのまっすぐってやっぱ手元でピュッとちょっと曲がるぐらいだから、それが少しでも大きくなるともっと詰まるっていうことだ、じゃあ向いてま、いいかもしれない、いや、俺はいいように出てほしいなっていうふうに思ってるだけでね、はい、まあ、これが本当に吉と出るか凶と出るかは分からないけども、うん、いや、味方になることは確かだよ、うん、だってあそこのマウンドっていうのは、あの、あそこの球場の風っていうのはピッチャー有利だもんね、はい、変化球が多くなったりだとか、キレのないボールにキレを与えたりだとかするような風だから、だからおそらくメルセデスは活躍すると思う、じゃあメルセデス投手側にとってもあの風っていうのはやりにくいとかにはならないんですかね、本人、いや、もうね、そんなこと考えないやつだから多分、いや、ハングリー精神があるから、はい、ね、いや、もうここでロッテでダメだったら CC ダメだからね、もう、はい、日本にはいられない、うん、ということは死に物狂いでやる、うん、だからそれは風を味方につけると思う、うん、あとはその監督が吉井監督、もちろんあのメジャーも経験してますし、 そのあたりっていうのもどうなんでしょう、プラスに、まあ、やっぱり、まあ、教えるのもうまければさ、使い方も多分うまいと思うんだよね、はい、で、今までは監督の指示でこう使ってたりだとかいろいろするだろうけども、やっぱ吉井に任せてたっていうところもあったと思うんだよね、はい、だやっぱうまいしさ、育て方、やっぱ乗せ方、うん、よく見てるしね、はい、だから CC もやっぱそういう監督のもとでできるっていうのは、まあ、一つの運とすればよかったなって思うよね、そうですよね、うん、いや、だからその同じ例えば巨人のデラレサ投手だったりとかビエラ投手がまだ 今の段階では決まってない、で、一番最後に退団ってなったそのメルセデス投手がすごく早く決まったので、いや、そうだね、いや、やっぱりゲームを作れるもん、このピッチャーは、うん、だからもうなんて、あっ圧倒するようなピッチャーなんてまず出さないわけだから、はい、でもその中でも戦力外になった中でもやっぱゲームはしっかり作れるピッチャーだからさ、はい、まあ、時折おかしいけどね、あ、まあ、ちょっと制球乱したりだとか、はい、でちょっと気持ちが弱くなったりとか、まあ、する場面っていうのはあったけども、でも普通の状態で投げてたらほとんどのゲームは作るよ、だから大丈夫だと思う、大丈夫ですか、ね、うん、あと、まあ、巨人で数年やって、例えばそのキャッチャーとのコミュニケーション、コーチ陣とのコミュニケーションが今度は新しいロッテで今度キャッチャーとのコミュニケーションとかなんですけど、まあ、そうだね、そのあたり外国人投手というのはナーバスだったりとかもあるんですか。いや、ナーバスではないと思う、言えばどちらかというと、うん、大丈夫だから来いっていう方がいいと思う、うん、大丈夫大丈夫、お前の力だったら抑えられるから来いみたいな、はい、そういう強気で引っ張ってくれるキャッチャーだといいな、まだロッテのそのね、投げるときがそういうキャッチャーが、まあ、そうだね、まあ、松川であったりだとか、はい、まあ、田村であったりだとかね、まあ、佐藤であったりだとか、まあ、メルセデスをリードするときにはやっぱもう強気、はい、絶対打たれないからってもう暗示にかけてやるぐらいのリードをしてあげると、うん、CC は多分
力を出してくると。あのうまくいけばこれ何勝ぐらいいけますかね、2桁。いや力的には10勝ぐらいいける力はあるんだよ、うん、ただそれは気持ちが、ま、ずっと前向きになってるのか、時に強気時に弱気みたいな、これだと10勝できないよ、うん、いやもう自分に自信を持っていいピッチャーだから、うんうん、だからその自信が揺るがなかったら10勝ぐらいできるようなピッチャーだと思うよ。その代わり打ってくれないと困るけど、まあ、そうですね、打点がなければと、まあ、そうそう、もちろんね。あとメルセデス投手はそのセリーグのバッター、パリーグのバッターで どっちの方が投げやすいとか、どういうとこ注意した方がいいとかあります？まあ、そうだな、まあ、注意時点は注意はやっぱりパリーグの方がパワーバッターが多いから、はい、それは甘いボールは投げちゃいけないとは思うけども、うん、セリーグのバッターたちは CC にもう慣れてたよね、はい、うん、ただパリーグはまだ慣れてない部分があるし、うん、まあ言えば楽天なんかすごく嫌だと思うよ。それはなぜですか？やっぱね、外のボールがカットして逃げるっていうのは全部先っぽに当たるんだよ、左バッターは、うん、だから変化されるっていうのがちょっと嫌なんだよね。まっすぐ外ボール気味でもまっすぐ来てくれたら芯に当てられるんだけど、芯で捉えたっていうのが先っぽに当たるっていうのはさ、非常に嫌だし、はい、ましてやその左バッター多いじゃない、はい、だから CC なんか合うかなっていうふうに思うよね、楽天に投げると。じゃあパリーグ行ってよかったですね。いや、あの球場が俺 CC の味方するんじゃないかなと、マリンの、うん、風がだから投げるとしたらマリンか楽天、はい、に絞れば、はい、風すごく嫌がられると思うよ。あ、そうですねと俺は思うけどね。いわゆる楽天キラー、楽天キラーとですよね、うん、まあ、そんな感じがするけどね。あと日本ハムね。ああそうか、エスコンフィールド北海道がどのぐらい打球が飛んだりとかいろいろするっていうのはまだわからないからね。 あとマウンドの傾斜とかもどう、そうだね。いやもうね、メルセデスなんかどこのマウンドでもいいから上げてくれっていうようなタイプだからさ、はい、だから楽しみにしたいとは思うけどね。そうですね。いやなんか決まってよかった本当に。いやまあロッテも、はい、非常にこうファミリー的なところがあるしね、はい、でジャイアンツもなんていうの、 CC をものすごくサポートしてたというか、はい、仲間に取り込んでくれたしね、うん、だからすごくジャイアンツもやりやすかったと思うんだけども、はい、ロッテはさらに守ってくれそうな人たちがたくさんいるんで、だから働きやすいとは思うけどね、 CC はね。そうですね、うん、ではちょっと来シーズンね、マリンのユニフォームに変わってますけれども、想像すると似合ってそうな感じはするんだよね。そうですね、うん、ロッテの方が似合ってますか、ユニフォーム似合ってる感じがするんだよね。うん、そうですね、うん、だから、まあ、相当な期待はするけどね、はい、いくつだっけ CC って。 CC がですね28歳です、まだ。あ、じゃあまだ全然できるよ。うん、そうですね、チャンスさえあればね、はい、だからまあチャンスは自分で本当にもぎ取らなきゃいけないし、取ったからってすぐ使うとは思わない方がいいよ、 CC の性格だと、はい、いやここから這い上がるんだって、もうハングリー選手をもう一回呼び起こさないと、うん、ね、まあ確かに日本でね多少の実績は作ってるけども、はい、いやだけど本人の考えの中でそういうよしローテーションで何勝するんだじゃなくて、もう一回這い上がってローテーションを勝ち取るんだっていうようなやっぱ精神ではいてほしいけどね、ハングリー精神で、うん、そしたらなんか CC の涙をためるような目は見なくていいからっていう可愛いからね。そうなんですよ、頑張ってほしいんだよね。そうですよね、ああ来シーズンはね、なんかまあまあね、今まで桑田コーチがベンチにいましたけど、うん、もう桑田コーチはいないですし、まあ、新しいマリンのスタジアムに、まあまあ、ロッテの方はあったかいから、で全力で応援してくれるし、はい、応援してくれたら迫力あるから。そうですね、だから背中に勢いを感じるよ。そうですね、だからそれを感じながら投げたら間違いないから頑張ってほしいですね、はい。